はい、では行きましょう。方程式の文章題、個数と代金ですね。ここでどういう問題をやるかというと、見てみてください。こんな感じですね。リンゴ4個と350円のメロン1個買いと。1000円札を払ったらお釣りが170円と。リンゴ1個の個数はいくらかと。っていうような問題ですね。で、ね、もちろんこれ、方程式を使わんでも、求めることはできますよね。でも、やっぱり中学数学っていうのはこの、わからないものを文字で置いて、そして、文章を読んでその通りに式を立てて、で、方程式を解いて、値段を調べる。っていうようなね、このプロセスを踏む練習。それが中学数学のね、一つでもあるんでね。ぜひぜひここで方程式を使ってどうやって解いていくかっていうのを再確認していきましょう。で、前回の動画から方程式の文章題について練習してるんですけれども、ね、言うた通り、手順、主な手順は3つですね。求めたいものを文字で置いて、そして先ほども申し上げました通り、文章を読んでその通り式を立ててと。で、まあ、これが難しいっていう人も多いんですけれども、ここを克服する一つのね、方法としては具体例を考えると。それがすごい大事ですよね。で、あとはよく出るパターンに慣れてしまえば、ね、嫌い嫌いと思ってた方程式の文章題も、実は一度掴んでしまえば結構解けるようになるもんなんですね。だし、しっかり練習していきましょう。で、今日やるのはそのよく出るパターンの一つである、代金と個数の問題ですね。これ、見ていきましょう。で、代金と個数の問題、当たり前ですけれども、1個の値段、かける個数が支払うお金ですよね。何言ってるかっていうと、1個40円の飴を、もしも、3個買ったとしましょう。1個40円の飴を、3個買ったらいくら払わなダメですか？40円の飴を3個買うんやから120円払わないとダメですよね。これ文字じゃなかったらすごい簡単にわかります。じゃあ1個40円の飴を X 個買った時いくら払わなダメですかっていうと、 X を使ってどう表すかっていうと、40円かける X 個ですよね。さっきの具体例が効いてきます。40円3個やったら 40×3 という式を立てるんやから、 X 個やったら40円かける X 個ですよね。で、中学数学ではこのかけるとかを省略するんで、40x と表すと。っていうことが大事なんですね。似たような例としては、1個 A 円のチョコを12個買ったときいくらになるかなと。これも具体例考えてみると、じゃあもし、チョコレートが1個10円やったとしましょう。ね。12個買ったら、いくら払わなダメですか？ 10 円かける12個で120円ですよね。それと一緒だよと。A 円ならば、A 円かける12個。なんで、12A 円になると。こういう表し方に慣れていこうと。慣れればできますよねっていうところです。あとね、今回の問題みたいに、お釣りが絡んでくる場合もあります。お釣りが絡んでくる場合もあると。で、これもお釣りも買い物したことある人ならね、絶対わかると思いますけれども、自分が出したお金、引く代金の合計がお釣りですよね。何言ってるかというと、800円の商品を買うのに1000円出したとすると、お釣りいくらですかというと、1000引く800で200円ですね。何を当たり前のことって思うかもしれないですけれども、これがね、文字絡んできたらややこしくなるんでね、この具体例を再確認しましょう。もしくはこの代金の合計とお釣りにはどういう関係があるかというと、代金の合計足すお釣りが出したお金になるっていうふうにも言えますよね。まあこれ移行すればわかるんですけれどもつまりこの例で言うと、お釣りが200円やってんから、自分が買った800円の商品の値段とお釣りを足したら、自分が出した額800足す200は1000っていう式でも OK ですよね。こういう風にしてお釣りの関係式も使うことができます。以上を踏まえてね、今回の問題もう一度見ていきましょう。リンゴ4個と350円のメロン1個買い、1000円札を出したらお釣りが170円やったと。これもし見にくければね、自分で具体例考えればいいと思います。じゃあ例えばリンゴがもし1個100円やったとしようとね。リンゴがもし1個100円やとしたら、リンゴ4個でいくらですか？400円ですよね。それに350円のメロンを1個買ったっていうことは、メロン代は350円です。ね。そしたら750円になると。じゃあお釣りはどうなるかな？ 1000 円引く750円で250円になる。みたいな、そういう関係があるんですね。まあ、今回お釣りが170円やったんでね、これはあくまでも具体例の一つなんですけれども、これで式が立てやすくなったはずです。つまり、リンゴ1個の値段を X 円としたら、ね、100円やったら400円やったと、リンゴの値段は。それと一緒、100円かける4したのと一緒で、X 円かける4個。これがリンゴの値段なんですね。リンゴ代と。
そしてメロン代は350円 ×1 個の350円メロン代と。そしてここで紹介している式の立て方、それにお釣りを加えたら自分が支払った値段になるよねとっていう式を立ててます。先ほど言ったこれですね、商品の値段足すお釣りが支払った値段になるというその式を立ててます。もちろん人によっては自分が支払った1000円からリンゴ代 X×4 の 4X とメロン代350円を払ったらお釣りの170円になったっていう式を立てた人もいると思います。もちろんこれでも OK です、ね、これでも OK ですし、これでも OK です。ここまで式立てれたらあとは計算ですよね。この計算についてはね、もう方程式の計算のところで何度も練習したと思うので慣れている程度で進んでいます、ね、で計算すれば X=120 となると。でこれは問題に合ってるかどうかを確認するのも大事だっていうのを前回の動画でね、紹介した通りです。それもしリンゴが120円やったとしたら、ちゃんと本当にお釣り170円になるんかいなってチェックするんですね。120円 ×4 で480円がリンゴ代です。メロン代は350円なんで、480足350、これは830円になりますよね。1000円支払ったお釣りはやっぱ170円になると。だからこれ問題合ってますよね。だから僕らが出したリンゴ120円っていうのは絶対合ってるので、120円で正解という流れです。はい、ということで、ここでは方程式の文章題の個数と代金についてやりましたね。ここも超品質なんでね、ぜひぜひマスターしておきたいところです。類題を見つけてノーヒントでできるようにしっかり練習しておきましょう。